おや？ん？あら？あら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 ？一つの大きな穴に人々が集まってきてるではないですか。まるで光に集まる虫のようですね。ちょっと操作してみましょうか。あ、こうピク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 動いてる。え、いい、え、いいの？いいの？穴落ちて、あ、いいの？落ちちゃっていいの？安全性は保たれた上で落ちてるのかな？安全性は保たれた上で落ちてるのかな？大丈夫？なんかこう闇に飲まれてる感じするけど、人々が。なんか一個の流行りに何の意味もないけど、みんなやってるからちょっと乗っかろうぐらいな勢いでみんな一箇所の穴に落ちてってるけど、いいのかな？お、最後の人にまで落ちてったけども。え？真っ暗になったけど。あ、ちょ、え、え、え、あ、落ちてってるよ。こ、すごい滑らかに落ちてくね。え、これ大丈夫、大丈夫、これクリックしてみる。あ、ちょ、待って、お、俺が救ったろうぜ。人たちを救ってやろうぜ。上から落ちてくる人たちを、ちょっとで、数人でも数人でもちょっと救ってあげよう。光の数珠と呼ばれるように。うん、将来的に光の数珠って呼ばれるように、ちょっと人々を全員救ってこうぜ。ただ、ちょっとこう、救ったとしても、救ったとしても、こう、一時的に重力を無視する能力しか俺は与えることができないのかもしれない。どんどん結局下に落ちてってるもんな。え、ちょっと待って、こう、なんとかしたいんだけど、これ、待って、これでええんか？え、ちょっと、ただ回転するのみだけど。ちょっと救えないから全員を救いたいんだけども、ちょっと待って、一人でも多くの人々を救ってあげたい。ちょっと待って、あ、待って、このこいつだけでも、この最後の一人だけでも、最後の一人だけでも、名前は高橋ジョージと名付けよう。ちょっと一人だけでも、あ、救えなかった。大丈夫か、痛いよ。え、だいぶな高さから落ちたよ。起きろ。あ、よかった、生きとった。あ、誰か来たよ、人が。あ、やあ、こんにちは。Hello. ね。あ、こう近づいてって、なんか、殴る！はい。あ、キッズ！ゲーム、ズズでございます。さあ、今回、あ、キッズというゲームを実況プレイしていこうかなと思います。なんで殴ったんやって言ったれ。あー、でも、こっちって言ってる。お、穴や。穴出てきたで。落ちるんかい。こういう感じで落ちてってみーって言ってんのか。No, that way. あ、ちょ、あっちやって。あっちがいいらしいよ。あっちの穴の方がいいんちゃう。ほら、あっちの方がいっぱいいるから。やっぱこう、いっぱい人がいた方が安全だよね、やっぱり。一人だけだとね、なんかみんなから、え、何あいつあっち行ってんのみたいな変な目で見られる。偏見の目でね。まるで今の日本を表してますね。さあ、こうやって落ちて、え？それ何？とんがったものが上から降り注いでんのか、この黒いのがこう避けてってんのか、どっちか、どっちでもねえ。これどうする？これでいいのかな？え？あ、うわ、え、え、え？何？食堂？イカナ？食堂っぽいよ、なんか。音とかも。なんかやっぱこう飲み込まれてってんだ。何かに。わからない悪魔に飲み込まれてってんだ。怪物とかに。目に見えなき。なるほどね。新宿と一緒ですね。偏見ですよ。新宿と一緒でございますよ。こう、すべてを飲み込む街と言われている新宿と同じですね。飲み込まれてってますよ。なんか田舎からね、自分の個性をもっとみんなに広げたいと思い、東京に出たはいいが、東京という巣窟に飲み込まれてしまった一人の少年のような、そんな描写を表していると思いますが、はい。行ってみましょうか。あ、もうこれ途切れちゃってるけど。あ、大丈夫？もうないよ、ゴール。ぐっち、あ、すっぱ、え、それは、あ、ベンじゃん。ベンでしょ。わあ、ベンとして出た人々が集まってるわけや。一回飲み込まれて吐き出されてしまったんやな。そして皆がバラバラに。ああ、またわあ、またいっぱい飲み込まれてっては捨てられ、飲み込まれてっては捨てられ。え、ちょ、多くない？お、飲み込まれすぎじゃないね。え、の飲み込まれすぎでしょ。ちょっと、いや、すごい勢いで飲み込まれすぎ。俺そんなにクリックする人々も。いや、落ちすぎ、飲み込まれすぎ。そして流行りにすぐ乗っかりすぎなんだよ、やっぱり。また穴や、また一個の流行りが来たわけや。いや、集まるね、すごい集まるね。ハロウィンの渋谷ぐらい集まるね、人が。集まりすぎじゃない？さっきより規模大きくない？ちょっと多くなった。おい、また一個の流行りに人々が見に行ったわけですよ。じゃあ私もやろうと、私もやってみようとね、インスタグラム当初ぐらいな感じで、6秒動画の勢いで、私もやってみよう、面白そうだからっつって、
みんなでこうやってやっていくわけですよ。こうやってみんなで入っていくわけですよ。ね、いやあっちやって言って、いやこっちでしょうと次は、いや違う次あっちでしょうっつってね、流行りに乗っかるタイプと、いや自分の好きなことやりなタイプとこう分かれるわけでね。でもやっぱあっちでしょう、でもやっぱこっちなんでしょうっつって、じゃああっちだよ、いやこっちでしょうこっちでしょうっていろんな人々がね10人十色で物語るわけね。さあどっちに皆さん行きますかみたいな、みんな同意しております、でも違うあっちですよっつって、じゃあちょっとみんなで同じ方向を指してみましょうか。はい同意になりました、はいはい同意になりましたよ。This way. Agree. はい同意してしまいました。やっぱりこう多数決の原理でございますね。一人がこっち、何人かこっちったらなんか少数派はやっぱこっちなんかなってなっちゃうタイプね。はいじゃあみんながそっちって言ったからこんなわけ行きましょうね。右って言ったら右に行き、左に行ったら左行くって感じね。長渕剛の曲で、うわーほらみんなこっち行っちゃう、やっぱ安全だし、やっぱ流行りに乗っかってね、そういうあの同調ですね。やっぱりね、私は本当はあっちがいいんだけどこっちの流行りに乗っかろうみたいな、わーもう嫌ですねもうね。はいはいはい、あでも数人やっぱ穴はあかんって言って避けてきます、避けてっていきます。はい穴は良かったけど何か危険を察知して避けてるこの頭のいい人たちがまた集うわけでございますね。おこれあの集団行動っていうスポーツ一時期なんかすごい話題になってた、人と人がこう交わってもぶつからないってやつじゃないですか。結局どうすればいいんだ、僕は全員こっちに向かわしとくか、全員こっちに向かわしとこうか、よしよし全員こっちの流行りに乗っかろう、オッケー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 、さあこっちに混じっていきましょう。じゃあコミケのような人の流れだったね。はいさあどうします、なるほど次はちょっと飛び込んでてみましょうか、次違う穴に飛び込んでてみましょうか、違う流行りをみんなで作り出してみましょうか。欲しい、あ泳ぐタイプ、じゃあプランクトン的なやつかな、このプツプツプツはね、こうやって水のほらら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 らまた胃、また胃の中に飲み込まれてるよ、胃の中の人ね、蛙のように言いましょうね、胃の意味ちげえっていう。はいさあどんどん飲み込まれていき、はいおっとまた一つの道が別の方向から、なるほどね、結局穴は違えど落ちていく闇は同じみたいなね。はいはいはい、いいですいいですよ、もうどん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 行っちゃいましょう、もうこうなったら一層のことね。はい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 、もうこのグニューグニューって俺がいざなってる感じも嫌やな。はい、いいですよ。あ、もう上に行くな、上に行くな。ひたすら下に行け、下に行け。そうだ、下に行くんだ、君たちは。うわーすげー並んでる、土日のホーンテッドマンションぐらい並んでる、そんなに並ばないかな、もう今は。今そんなに並ぶところじゃないかな、あそこはな。平日だと15分待ちとかだからな、あそこ。さあさあさあ、行きましょう。どん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 入ってって。いいですよ。ほい、ほいっと。はいはい、どん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 行きましょう、行きましょう。はい、さあまた詰まって、あーなるほど、さっきの容量でまたボタボタ落ちてくるよ。はい汚い、はいすごい汚い、あー何箇所からも落ちてくるわけね。はい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 、さあこうやって、もしくはこうやって人々は殻を脱いで生き変わっていくよっていう描写でもあるのかもしれないね。あ集まった一人の、あ人気者ですね、ズズと一緒だ、俺とズズ人気者、うわすごい、めっちゃ集まる、もう渋谷やて、ハチ公前の渋谷、モアイ像の方が集まりやすい、もうなんてかってっと、もう、わあ集まったね、すごいね、もう誰が誰だか分かんないですよね、一人の個性も光らない、結局、広島カープ、おえ、大丈夫、いじめられてる、 I won't do it. やらないよ、 You do it.君がやれよ。No, you do it. いや、君がやれよ。No, you. いや、違う、あなたです。No, you. 違う、あなたやりなさい。No, あなたは。No, 違う、あなた、あなたやりなさい。あなたやりなさい。わあ、これ押し付け合いですよ。見にくいですね。これあれですか？なかなか成立しないダチョウクラブですね。もう、もうなかなか、あ、これ来るか、来るか？ All right. あ、わかった？いやいやですね、みんながやれって言ってこのまま否定しちゃうといじめられかねないとか
友達が減らざるを得ないっていうその不安、そして心理。しかしああいう人たちを友達と呼べるのでござしょかーね。平泳ぎ選手権第2位だな、こいつは。平泳ぎ選手権第2位でございますね。なんのこれすごい下潜ってってるけど、何があるんでございましょうか。何もこうプツプツと光が灯っているだけで、うん、何も特徴的なものがござせんが、ねえ、何を目指している、何を目指しているんだ君は。ねえ、いくら下に潜ってても何もない、いくら先へ進んでも何もつかめる気がしない。夢と一緒ですね過去に何があったんだいズズに。マジで何もねえな。上行く、ちょっと抵抗してみるとか。抵抗してみてもダメだな。ピクピク人参だな、もうもはやピクピク人参ですね。はい、分かる人だけに伝わるピクピク人参。はい、ん、もうずっと、あず、あずっと押してるだけでもいいのか、泳げんのか。さあ、ひたすら泳いでっても何もなさそうだな。ちょっとトリッキーを加えさせて斜めに泳いでみるとか、それもありですね。いや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 、そっちの斜めちゃいますやろ、こっちの斜め行ってみますかとか、いろんなことをこう思いつくわけですけども、うーん、なんだろうね。なかなかやっぱ舌は諦めて、うわあ、逆らいます。ズズは、ズズは逆らいます。ポケモンゲームが伸びるよ、逆らいます。マリオメーカーやった方が再生数伸びるよ、逆らいます。どんどん人の波に逆らっていきます。そして、おなんか気持ち悪いな。もうみんな流れに乗っちゃって、でも俺は絶対に意地でも意地を通します。意地でも意地を通す。熟熟してるよ。あ、さあ、そして流行りという沼から顔ぽっこりと出すと、はい、またもう一人同情する方がいましたね。まあ、とりあえず歌いましょうか。とりあえず歌いましょう。やっぱりね、仲間はいるんです。そういう流行りっておかしいよねっていう、ただそれで再生数伸びて嬉しいんかっていう、そういう人たちがいっぱいいるわけですよ。そして増えていきます。いや違うと、自分のセンスを磨き上げるんだと、なんか何でもいいから伸びるとか違うんだよと、何でもいいから有名になるとか違うんだよ、やっぱり自分の好きなことをやる、それがこの世界じゃないか。そういった少数派が集まって拍手が真ん中へ戻ります。はい、もう一度みんなで拍手して広島カープごっこをしましょうか。じゃあ広島カープごっこしましょうか。はい、あーウェーブでございます。グワーンと周りに広がって、あ、でもやっぱり違うんだなと、ね、やっぱり違うんだ。やっぱこう、まず動画を見てもらうには、流行ってることをやって、みんなに、あ、こういう人いるんだって認知されてから好きなことをやればいいんだと、そう思って結局また沼へと沈んでいってしまうわけですよ。いろんな考えが交差する中、結局みんな同じ点へとたどり着く。深いゲームでございますね。そう、そして一つなのにまた潜っていって、また同じように飲み込まれていくんです。結局そうなんですよ。最初はとんがって反抗しよう反抗しようって思っても、いろんな人の意見を聞いていくうちに、やっぱ俺がおかしいのかなと思ってしまい、やっぱそっちが正しいのかなと思ってしまい、欲望という怪獣にまたこうやって飲み込まれていってしまうわけですよ。そしていろんな道があるんです。欲望という中でも、私は音楽で生きていく、私は YouTuber として生きていく、いや私は俳優として生きていく、いろんな道があるわけです。そして飲み込まれていくんです。そうです、こういう世界へ飲み込まれていっていきます。そしてその飲み込まれた一般的で平均な中で、ちょっとだけ飛び抜けたやつが、そしてあまりこう世間的に喧嘩を売らないようなやつが生き残っていくわけですね。素晴らしい世界じゃないですか。いいですね。さあ、そして入っていって、また頭がすっぽりと、そしてゴミとなり出ていく。そして一人が上から落ちていくと、人々はその周りには空きを作る。だけど興味は湧いている。そして立ち上がるとみんなは引いていくわけですね。なんだお前は、
そして近づくわけですよ。よーよー、なんだよ、お前たちも一緒だったじゃねえかよ。ちょっと炎上したぐらいでなんだよ。なんであんなに仲間だったじゃないか。応援してますとか言ってたじゃないか。お前が言ってたじゃんかよ。お前、どんなことがあっても私はあなたのファンですってついてきたじゃないか。なんだよ、二股したぐらいで。みんなそうやって離れていくのかよ。そうか、みんなが一人が嫌いって言ってみんながだんだん嫌いってなってたら理由もなしで俺のこと嫌うんかなあ。でもそうやって俺のことは見るんか。北総園で笑って完全に離れるわけじゃなくて。ツイッターってそういう世界だよな。なんだよお前ら、結局そうじゃねえかなあ。どうすりゃいいんだよ俺は。よ、これから信じる者は一人もいねえのかよ。なあ、誰か教えてくれよ、教えてくれよ、この世界の生き方ってやつをよ。懐かしいな、こんな穴もあったよな。最初は全部こっから始まったっけ。面白そうだなと思って興味本位で入ってったよ。でもさ、みんなそれでいろんな人が集まっていろんな人がいると思ったよ。結局は孤独なんだよな。先ほどとは違った無感情の拍手、いや、みんなのいいねなのかもしれないね、これがな。さあ、半分いなくなりました。みんなが楽しんでたいいねも半分になり、左から右へ、そしてまた左から右へ、ムーディー勝山でございます。ね。さあ、そしてまたいいねをみんなでしましょう。左から右へ、逆ムーディー勝山ですね。相方はメロディーかじって言いますね。そしてまた反対側からもいいねの嵐を。さあ左へ行きましょうと。やっぱ違う、やっぱ足ですよ。さっきはあっちって言ったけど次はこっち行ってみましょうと。人はコロコロと意見を変えるわけでございますね。はい、やっぱこっちでしょうと。でやっぱこっちになっちゃうんですよ。さっきはあっちがいいって言ったくせにな。でも俺も同調します。いや、やっぱあっちでしょと。いや、でもやっぱあっちでしょと。でもやっぱあっちでしょと。そうやってコロ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 意見を変えていって、流行り、ブームっていうものが成り立っていくわけですね。何回やるんじゃ、何回やるんじゃ。おい、違う、あっちって言ってもみんなが振り向かなかったからやっぱあっちってなったわけですね。さあ、さっきまで拍手をしていた人々たちが一斉にあっちへ向かい出しましたね。流行りには乗っかりたいとね、何の意味もなく個性なんかもいらない、ただ安全に生きてたい、たったそんだけの理由でみんな同じ道へ行くわけですよ。一人とすら右へ行く者はいない。そうですよね、そんなもんですよ。さあ、そしてまた一つの穴が現れて、また一つの穴が現れて、人々たちが集っていき、その繰り返しでございますね。いつからこんな世界になっていってしまったんでしょうか。そんな思いが溢れていますね。この動画を見ている子供たちよ、この動画を見ている子供たちよ、こんなんではいけません。生まれてきてみんなと同じ道を歩んで、そしてみんなと同じ死に方をしていって、まあそれがこれから平和を保っていく世界なのかもしれない。とんがっているものを捨てていった方がいい世界なのかもしれない。しかし子供たちよ、そんなんじゃダメなんです。この世界でもっといろんなものがあるんです。もっと面白い動画もあるんです。有名な人たちだけじゃない、有名な人たちが一番面白いわけではないんです。ただみんなが面白いって言ってるから私たちも面白いって言ってみようとか、よくよく考えてみてください。あれを冷静に見てみてください。吐くほどつまらないです。しかしひっそりとやっていって、
再生数100とか再生数200とか、そういう人たちが案外めちゃくちゃ面白かったりするんです。皆さん、皆さん、そして子供たちの皆さんよ、もっと世界を広く見てください。家の中に引きこもってばかりじゃなく、外に出ていろんな人と、そしていろんなことと出会って、あー、オチが思いつかなかった。